この動画では収納以来僕が一番びっくりした農業資材について紹介します。これは本当に衝撃です。もうペラペラですよね。本当に薄くて軽いんです。この上にかけたシートっていうのはそのリスクを大幅に外にいるよりもハウス内に入った方が涼しいぐらいなんですね。はい、サラリーマンが農家になってみたの片本です。これ僕のビニールハウスなんですけども、なんか上にかかってますよね。触ってみるとペラペラです。近くで見てみるとなんかメッシュっぽい感じですね。これが僕が収納以来一番驚いた農業資材です。今日はこれを紹介します。この農業資材は一体何なのか、まず結論から言いますね。これは光は通すけど熱はカットするすごいシートなんです。もうちょっと説明しますね。今日は7月20日、数日前から北海道も記録的な猛暑に見舞われてます。今は朝の5時台ですけども、日中の気温はものすごい上がってですね、これだけ暑いとビニールハウスの中っていうのは40度を超えてきます。そんなに暑かったら作物もバテちゃいますし、作業する人間も大変です。そこで光合成に必要な光は中に通すんですけども、少しでも作物が快適に生育できるように、そして人が快適に作業できるように熱はカットする、そういった資材なんですね。僕が収納以来最も驚いた農業資材なんですけども、何に驚いたのか。それはですね、この資材を天井にかけるとビニールハウス内の温度が7度から9度下がるんですよね。もちろん天候によりますけども、これ本当大げさな話じゃないんです。まあ、この間来たメーカーの方は試験農場では最大5度下がったって言ったんで、7度から9度っていうのはメーカーの人も驚いてましたけども、でも少なくても僕の農場ではそういう結果になりました。まあ、これが5度にしてもですよ、7度9度にしてもですよ、いずれにせよすごい効果だと思いませんか。昨日おとといはここ北海道伊達市もとても暑かったです。僕の経験上あれだけ暑くなるとビニールハウスの中っていうのは最低でも39度、場合によっては40度を超えてきたと思います。実際近所の農家さんでは45度っておっしゃってた農家さんもいます。それがですよ、一瞬34度まで行きましたが、だいたい32、3度で推移してました。ちょっと雲が出てくるとあっという間に30度前後まで下がるんですね。トマトの生育適温っていうのはだいたい20度から30度、人によっては25度から30度、そうやっていう人もいますが、まあそんな感じです。そんなところで40度以上の高温になってしまいますと、トマトにも高温障害が出ちゃうんです。人間も暑いと熱中症になったりしますよね。それと同じでトマトもバテちゃうんです。この上にかけたシートっていうのはそのリスクを大幅に低減してくれる魔法のシートなんです。さてこの魔法のシート、名前はメガクールと言います。パンフレットをもらったのでパンフレットを見ながらちょっと説明しますね。会社はですね、三菱ケミカルアグリドリームという会社です。こちら早速書いてますよね。太陽光線の熱線を吸収し、植物体温や地温の上昇を抑制しますと。そしてこの隣には光線透過特性としてなんかグラフがあります。僕は詳しくないのできちんと説明できないんですけども、おそらくですね、光の中で光合成に必要な領域については80% から 60% を通すが、熱の領域については半分をこのメガクールが吸収する、まあ、そういうことだと思います。このメガクールが熱を半分吸収してくれるので、本当に暑い時はこのシートに水をかけると一気に冷えると資材業者さんが言ってました。まあ暑い日にコンクリートに打ち水をするようなもんですよね。なかなか天井にかかっているシートに水をかけるのって大変かもしれませんけども、いざという時のための豆知識です。でパンフレットの裏にはサンプルのこのシートがついてて、もうペラペラですよね。本当に薄くて軽いんです。で僕はですね、8m×50mのシートを買ったんですけども、一人でも持ち運びができるぐらい軽いです。天井にこのシートをかける作業もビニールハウスのビニールを天井にかけるのとは比べ物にならないぐらい楽ちんでした。さてメガクールがかかっているビニールハウスの中ってどんな風になっているのかちょっと見てみましょう。まずは外から見てみます。今外はこんな感じです。今日もいい天気ですね。じゃあビニールハウスの中向けてみますね。
こんな感じです。ちょっと黄色がかってるの分かりますか？朝早いのでちょっと分かりづらいかもしれませんけども、少し東側にカメラを振ると、これ朝日が今左側から入ってきてるんですね。で、これシートがかかってないとものすごい眩しいですけども、メガクールがかかってるのでそこまで眩しくないですよね。まあ、こんな感じになります。遮熱してくれるシートですともっと薄暗くなるそうなんですけども、このシートは遮熱してくれる割にかなり明るい方だと近所のベテラン農家さんが教えてくれました。使ってみて思うのは、慣れが必要なのは収穫なんですよね。ちょっと映像では分かりにくいかもしれませんけども、ハウス内が全体的に黄色がかるので、この赤の見極めがですね少し難しくなります。真っ赤と少し薄めの赤との境目が少し判断しにくくなるんですよね。僕は基本的に完熟で取るスタイルなんで、ここはやっぱりちょっと慣れが必要かなっていうふうに思います。それ以外は今のところ快適そのものです。日中日が高く昇った時は外にいるよりもハウス内に入った方が涼しいぐらいなんですね。メガクールがかかってないビニールハウスの中で日中作業するっていうのは暑すぎて結構危険なんですけども、メガクールがかかっていればだいぶ軽減されます。このメガクール、おそらく他にもいろんないいとこあると思うんですけども、まだ使い始めなのでその辺はこれから探し事になりますが、一つ挙げるとすると、このシートは風をよく通すんですよね。ですから全くと言っていいほど風でバタついたりしません。ですからメガクールを固定するこのバンドっていうのはだいたい10メートル置きぐらいで十分です。あとバンドの止め方なんですけども、メーカーの方から聞きました。このようにですね、穴をこうやって2つ使って止めた方がこの資材の傷みは少ないそうです。僕は初め知らずに1つの穴を使って止めてしまったんですけども、大事に使うには2つの穴を使って負荷を分散した方が良さそうです。というわけで本日は収納以来最も驚いた農業資材メガクールの紹介しました。この動画がちょっとでも良かったなと思った方、ぜひ高評価ボタンを、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の紹介まで、さようなら。